朱色 1>, 1号を地色とした中央専用201系、朱色1号を地色とした大阪環状専用103系、朱色1号は日本国有鉄道が定めた色名称の一つである。一般的にはオレンジバーミリオンとも呼ばれるほか旅客案内上で赤色の電車とされる場合がある。1957年に登場した101系電車で初めて採用され、後に 中央快速線のラインカラーとして乗客向けの案内に使用された。登場当初は1イヤー5.5、9.5という設定であったが、退職などの対策のため少しずつ設定を変更し、1963年頃に0.5イヤー5.3、8.8という設定とされ、以後この設定が標準となった。森山良子の楽曲、中央線あたりで、 赤い快速と謳われる赤も中央快速線に採用された本色のことである。本色はラインカラーという車体色を利用者への案内に使用するという考え方を初めて取り入れたものと言われるが、実際はこの後山手線に登場した101軽電車のキゴゴとともに新性能電車をアピールすること、踏切などでの事故を防止するため赤系や、 機形などの警戒色を使用することを目的として採用したもので、ラインカラーの概念が登場したのは103系電車を山手線に投入する際に採用した黄緑6号が登場して以降のことである。関西では大阪環状線、桜島線、片町線の車体色としても採用されたほか、地方線区では広島、下関地区向きに導入された105系がこの色を、 まとって登場している。また、ラインカラーという考え方は、その後他線区、国鉄以外の都市部の路線にも波及した。なお、本色は基本的に車体の地色として使用されており、国鉄時代には帯色などでの採用例はほとんどない。ありがとうございます。